私だけのエンジェル。こんな都会来たことないし、私ほんまに東京でやっていけるんやろか。何するも損か。
ちゃうで。あれはエンジェル。エンジェル？人が操作して動かす、いわば人形やな。あれが人形？人形ちゅうてもハイテクがごっそり詰まっとるおもちゃやけどな。おもちゃ。そうや。ああやってエンジェル、つまり人形同士を戦わせて遊ぶんや。それがエンジェリックレイヤー。ま、そういうこっちゃな。あの。何や。あれ、おもちゃってことはお店で買えるんですか？うん、買えるで。その。私でも？ん？そうやな。お年玉が残っとったら何とか買えるやろな。欲しいか？どこで買えるんですか？全国のおもちゃ屋、グッズ系のショップ、電気屋。まあ、卵に羽が生えた看板が目印。ん？ほらーなー。湧いちゃうよね。ない。ない。ない。何かお探しですか？人形。人形？どんな？その白くて綺麗でかっこよくって動くやつ。お姉さん困らしたらあかんで。目当てのもんはこっちや。こんなにあるんですか。まずはこれやな。卵？こん中にエンジェルの元が入っとる。まあ言うたらこれは天使の卵やな。この卵の中に入っとるドールを改造して自分だけのエンジェルを作るんや。自分だけのエンジェル。さっきテレビで見た2体も元は同じこの卵の中のドールを使うてできとるんやで。私にもあれが。ん？私にエンジェリックレイヤーのこともっと教えてくれませんか？やってみたいんか？エンジェリックレイヤー。はい、やってみたいです。自分だけのエンジェル作ってみたい。ま、そういうことなら教えたってもええで。本当ですか？なあ、エンジェリックレイヤーにはちょっとうるさいからな。ありがとうございます。自分名前なんちゅうんや？美咲。鈴原美咲、12歳です。俺はミハ。いや、いっちゃんや。いっちゃんで。そしたらな。これとこれとこれ、それからこれとこっちと、これとこれとやな。ま、最初はそんなもんやろ。ほな、体験一滴。はい。ここです。あ？あの人です。あの人が小さな女の子、ウリアに。こら離せ。俺怪しいもんとちゃうで。いいから来い。話は事務所で聞いてやる。こら待て、また来ないのか。いっちゃんさん、買ってきました。あれ、いっちゃんさん、まだいろいろと聞きたかったんやけど、結構お金使っちゃったし、とにかくおばさんのうちに。あ、お金。新幹線が。美咲。こんばんは、ショコおばら。
東京駅からここまで歩いてこようなんて無茶だよ。一体何駅あると思ってんの？ごめんなさい、ちょっといろいろあって買い物してたらお金が。東京着いてすぐ買い物なんて、美咲も女の子だね。で、何買ったの？中見ちゃうわよ。うん。それエンジェリックレイヤー、それで自分だけのエンジェルが作れるんよ。たまたま東京駅のテレビで見たんやけど、白い羽の生えたんがめっちゃかっこよかったんよ。それで私もやってみたい思って。どうしたん？おばさん、証拠おばにゃん、にゃん、証拠さんでしょ、証拠さん。まだ20代なんだからね。それにこれでも一応美人ニュースキャスターで通ってるんだから。確かにあんたのお母さんの妹ではあるんだけどね。しゅうこ姉さんと最後に会ったのっていつ？お母さん？幼稚園の頃だよ。もうあんまり覚えとらんけど。お母さん、お仕事忙しいんやと思う。でも毎月お金も送ってくれるし。そのおかげで私、東京の学校に行けるんやもん。そっか、そうだよね。さあ、疲れたでしょ。お風呂入っちゃいな。うん。お風呂はあっち。はーい。どうしたの？うん、これお風呂で開けろって書いてあるから。やっぱり血は争えんのかね。なお、衝撃吸収剤は食べられません。小さいお子様が誤って食べたりしないように、大人の方が。私だって今年からもう中学生だもん。大人だよね。これがドール。ちょっと怖いかも。でも頑張らんと、私だけのエンジェル作るんだもん。チーフどこ行っちゃったんだろう。今年の大会もうすぐ始まるってのにな。お帰りなさいチーフ。どこ行ってたんですか？警察や。警察？とうとうやっちゃったんですね。いつかはやると思ってたんだ。いつかは。やるって何をや。決まってるじゃないですか。全然ブーや。そんなお茶目さんには罰ゲーム。生タコパンツ10分や。待て、ちょっとした誤解や。だからこうやって戻ってきたやろ。そうですね。まあそれだけの価値はあったけどな。綺麗な部屋。翔子さん、この部屋使ってなかったって言ってたけど、こんなに綺麗なのにもったいないな。よし、今日からここが私の部屋だ。そう、ついさっき着いたとこ。ちょっとトラブルがあってね。大丈夫よ、美咲ちゃんもう中学生なのよ。それより会わないでいいの？せっかく同じ東京にいるのに。だからそれは前にも聞いたけど。翔子
ちょっと待ってね。どうしたの？うん、ハサミがあったら借りたいんだけど。ハサミ？あ、はい、これでいい？ありがとう。でも、ハサミ使うの気をつけなよ。大丈夫。私、お裁縫とか結構得意なんだ。何かあったら言って。美咲。まずは髪の毛をつけてっと。さあ、どんな髪型にしようかな。長いのもええけど、私も短いし。やっぱり短い方がええね。ああ、切りすぎた。じゃあこっちをこうして。天使にするか選んでください。スピード重視、体力重視、軽量型か重量型かなどパラメーターを振り分けてください。大きいのよりちっこいのがいい。私みたいにちっこいの、ちっこくても強いの。強くてかっこよくて私だけのエンジェル。名前をつけてください。名前？この子の名前。私のエンジェルができた。エンジェリック・ベイヤーか。